ハンドドリル。手回し式ドリルの中でも、比較的小さな穴を開けるためのもの。写真左上の取っ手を握り回転させると、その力で円盤状の金属が回転、写真左側のチャックが回転する。ハンドドリルの中でも、やや大きな穴や大きなトルクが必要な材質のものに穴を開けるためのもの。回転力を与える握りの部分が、 回転軸から数十センチメートルほど離れており、かつ握り部の位置回転が、刃先の位置回転として伝わり、大きなトルクをかけられる。電動ドリル。コンセントにつないだまま使うタイプ。コードレス電動ドリル。取っ手の下の黒い部分が電池。以前はもっぱらニッカド電池であったが、その後ニッケル水素電池、リチウムイオン電池が普及した。ドリルとは、回転する切削チップや、 往復運動するハンマーやチゼルによって穴を開けるための道具あるいは機械のこと。ドリルとは何らかのビット類を回転させたり往復運動させて穴を開ける道具や機械のことである。いわゆる電気ドリルやボール盤を含む。ドリルはドリルビットに回転する力を与えるための機械であり工具である。このドリルのうちドリルビットを固定する部分はチャックと呼ばれる。 ドリルビットは回転させられることによって物に穴を開け、切削を行う。切削工具の一種であり、また水の一種でもある。ビットは日本語ではドリル人とも呼ばれる。一般に回転軸を持ち、細長い形状をしている。一方の先端は加工対象物を削る部分であり、もう一方はチャックによって固定されて動力を伝える部分でチャンクと呼ばれる。 切削側には金属製の刃があり、回転により加工を行う。シャンクの形状は以前はもっぱら円柱形であったが、近年ではスリップが起きにくいろく拡充型が増えている。ボール板を含む電気、電動ドリル、またはハンドドリルのチャックに取り付けて使われる。対象物の材質や穴の直径によって様々な分類がされている。穴の仕上がり直径の表記は、 ミリメートル単位か、またはインチ単位である。二つ以上のドリルビットを同時に一つのチャックに取り付けることはできない。寸法違いのビットを交換して使うことや折れることもあるため、大抵一つのドリルに対し複数のドリルビットを備えることになる。切削性能だけではなく、耐熱性、耐摩耗性、人性を考慮した材料が使用されている。 工具工や超工合金を用いるほか、焼き入れや窒化処理、地帯コーティング処理によって、切れ場の特性を改善し、総合的な性能向上を図っている。屈作工具用になると、機械構造用工なども使われる。日本ではドリルビットは、特殊会場用具の所持の禁止等に関する法律の指定侵入工具に該当する場合がある。業務その他正当な理由による場合を除いて、 隠して携帯すると処罰の対象となる。隠しツイストドリル丸棒に切りくず排出用の螺旋状の溝が2本切られ、円錐型に尖らせた先端に1体の切れ場が設けられる。この切れ場は中心で交わらず、それぞれの逃げ面が先端で峰を形成する。これをシゼルエッジと呼び、この部分には切れ場がない。正確に穴の位置を定めるためには、ポンチ。 センターポンチなどで被作材にチゼルエッジの幅よりも大きな径の円錐状のくぼみをあらかじめ加工しておく必要がある。この作業は通常センター打ちなどと呼ばれる。チゼルエッジの幅はウェブの厚みに比例し大きな径のドリルビットほど大きくなるためこれを小さくするためにシンニング加工を施す。金属などの不可穴加工用ドリルビットでは ビット先端の切削点へ接削油が確実に届くようにするため内部に先端まで貫通したオイルホールを持つものがある。ツイストドリルビットのシャンクには主に以下のような形状がある。SDS MAX シャンクツイストドリルビットの先端に超硬合金のチップを取り付けたもの。コンクリートなど諸性の低い被削材の穴あけに適する。 先端にツイストドリルビットのような切り場はなくタガネのような形状となっている。これに振動ドリルやハンマードリルで軸方向に衝撃を与えることにより飛作剤を砕き穴を開ける。超高合金製のツイストドリルビットのことを指す場合もある。超高ドリルビットツイストドリルビットは穴溶石分の飛作剤をすべて切り子として排出するがコアドリルは穴の外周部のみを削り取り、 中心部を円柱型に切り抜くものである。このため、ツイストドリルビットに比べて大きな穴を短時間で開けることができる。建物の壁に配管用の穴を開ける場合に用いられることが多い。秘策材とビットの組み合わせによっては水をかけながら切削する必要がある。大きな穴の中心を決める下穴をあらかじめ開けておく必要がある。コアドリルビット。 画面左に突き出した丸棒が下穴に沿って進むガイドとなる切れ場をつけた丸棒の片側半分を削り落としただけのものである。一般的にツイストドリルビットと比べると強度が劣ると言われる。しかし、この形状からドリル孔を切り崩排出に利用できる特性を持つため、一部の被作材に対しては効果が認められる。半月ドリルビットはすい角を持たず0度であるため、 切削の際に通常のドリルより切削抵抗が高くなる傾向がある。半月ドリルビットの一種で直線上の溝を持ったものである。コアドリルビット同様に穴の外周部のみを削り取るものであるがこちらは薄板用である。中心にはガイドを兼ねた下穴用のドリルビットが設けられている。ホールソーステップドリルビットは多数の円筒切ればを段階的に設けることにより、 円錐形の外形としたものである。主に薄いの穴あけに用いられ、任意の段で送りを止めることにより広い範囲の大きさの穴あけが可能である。その形状から、竹の子ドリルビットとも俗称される。ステップドリルビット板水とも呼ばれる。木材に貫通する穴を作るために用いられる。回転軸の中心の先端は突き出して尖っており、 先端に近い部分は平らな金属板になっている。その中央付近には小さな穴が開けられていることが多く、壁の裏側のような手が届かない部分へ貫通させて回転を止め、この穴にワイヤーやケーブルを通して引き抜くことで、裏にある細長いものの先端を自分側に引き寄せることができる。木工用スペードビット、オックスフォードディクショナリー、ドリル、ジャーナルオブ、 ボッシュヒストリー2007ありがとうございます。